はい、酒好きの新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今度から、まぁ、ちょっと時計をね、表示していきたいと思います。現在、0時09分。なんだ、0時09分って。0時9分ですね。3月の19日。です。うん。結構ね、最近暖かくなってきたんでね、だいぶ、ヒーターもつけてますが、まあ、なかなか、一番最低温度にしてます。全然ね、それでも十分暖かい。今日も暖かかった、昼は。今日飲んでいくのは、ビーフィーターのね、ロンドンのドライジンの、ビーフィーターのジントニック、です。アルコール度数 4%。ライム&レモンと書いてあります。プレミアムジン、ビーフィーターを使用した、レモンとライムの香りが爽やかなジントニック。さっぱりした甘さで飲みやすい味わいです。原材料名がスピリッツとジンと糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。これが容量が 275ml。値段200円ぐらいだったかな。まあ、ジントニックは大好きなんですが、その中でもやはり、ビーフィーターのジンを使うのが一番個人的には、ジントニックには合うかなと。まあ、安いしね。このね、おじさんがなかなかね、いい味出してるんです。この、なんか渋い。渋いよね。それじゃあ飲んでいきたいと思います。まあでもやっぱジントニックは自分で作るに限るんだけど、うん。ジントニックは美味しいよね。それじゃあいただきます。乾杯。うん。うん。ちょっと甘いかな。甘いかな、ちょっとな。うん。まあ、ビーフィーターがあるんですが、ビーフィーターに40度と47度のやつあるんですよね。うん。まあ、個人的には40度のやつを使いますけども。まあ、何度か言ったことがあるかもしれないですが、この蓋がね、昔はね、蓋きっちり閉まるようになってたんですけど、これ思いっきり力を入れると空回りするようになってしまったんで、個人的にこれはちょっと、うん、ダメだなっていうことで、まあ俺基本的に冷凍庫にジンは入れて、ジントニックを作るときはね、しておくんですが、その時にこぼれる可能性があるんで、俺はね、コンビニで買った、ビーフィーターのミニボトル、ね、200ml のやつなんですけど、こちらだとね、この、蓋がね、しっかり閉まる。思いっきり閉めても空回りしないタイプなんで、これがおすすめです。これをね、この中に移し替えて、冷凍庫に入れとくように俺はしてます。まあ、あと有名なんだとジンやタンカレーとかですかね。まあ、これ47度で値段が結構高いんで。まあ、ビーフィーター、ジントニックだとやっぱ、個人的にこのタンカレーよりは、もうちょっと、これはかなりドライなんで、ジントニックは、ね。まあ、好き嫌いですけど、個人的に、ビーフィーターが非常に、飲みやすく。うん。美味しい。かなと。思ってますね。うん。まあ、でも、このジントニックはちょっと、
なんか、甘いな。あ、甘い。うん。甘い。なんか甘い。なんか甘いんだよな。まあ、トニックウォーターって甘いんですけど。うん。ね。俺基本的にジントニック作るときは大体ジンを1対トニックウォーター2ぐらいで作るんで。結構濃く作るんで、度数が大体40度の3分の1だから、まあ、10度ぐらいはあるんですかね。12度か3度ぐらいか。13度ぐらい。うん。ある感じで作るんですけど。うん。これはたった 4% ですからね。ちょっと、その分トニックウォーターが、ね、入ってて甘いかなと。まあでもジンは大体、まあジントニック1対2か3だな。1対3ぐらいか。1対3で作っても大体4分の1だから、大体度数10度ぐらいはある計算ですよね。うん。第3ぐらいが、あれかな。度数10度ぐらい。うん。美味しい。と思いますよ。うん。かなり俺は、ジンを入れる方なんで。1対3ぐらいで。普通だと大体、ジンを 45ml 入れて、あと、まあ、トニックウォーターで満たすっていう感じなんで。結構薄くなりますけど。これがそれだと物足りないんで。まあ大体1対3ぐらいかな。うん。うん。まあジントニックはね、本当はライム入れて飲むのが美味しいんですけど、めんどくさい時は普通にライム入れないでね。うん。ジンとトニックウォーターだけで。作りますけど。まあ、それでも全然美味しい。正直めんどくさいんだよね。ライム切ってさ、ビャーってやってさ、手も汚れるしさ、嫌なんだよ。ね、手がベトベトっていうか、ぬるぬるになるでしょ。あれが嫌なんだよ。うん。てか、ここにライムとレモンって書いてあるけどさ。本当はこれ、レモンなんて入れないんだけどね。レモンの香りが、ちょっと、よろしくないですね。うん。やっぱライムです。ジントニックといえばライム。まあ、ビーフィーターは、ね、非常に昔からあるジンだと思います。歴史のある。ジンだと。ね。1820年に初めて発売されたその時から、レシピは変えていないと書いてありますね、ウィキペディアにね。だから100年、200年ぐらいの歴史がある。ジン。トウモロコシと大麦から蒸留した蒸留酒をベースにして、ジュニパーベリーやコリアンダーなどで風味付けされているが、細かいことは不明。となってます。まあ、製法が、まあ、
企業秘密みたいな感じでしょうかね。うん。まあ、非常に美味しいですよね。ビーフィーターはね。ラベルの赤い制服をまとったのが、ヨーマン・ウォーダー、過去通称ビーフィーターの姿が描かれている。なんだヨーマン・ウォーダーって誰だこれ。ヨーマン・ウォーダーズは、ロンドン島の衛兵隊、そこの衛兵、ビーフィーターの通称で知られている。ああ、これから取ってんだ名前。ははは。ロンドン島の衛兵隊か。へえ。うん。まあ、これロンドンのドライジンですから、もともとロンドンのジン、ロンドンのジンですからね。そこから、あれなのか、ビーフィーターっていうのが来てるんですね。なるほど。イギリスのね、ロンドンのドライジン。ジンは大体ロンドンドライジンですよね。その他にジンはなんかあるんですかね、種類がね。ちょっとわかんないけどね。うん。まあ、これはあまり、よろしくないかなーと、俺は思います。甘い！なんか甘いね。そもそもなんか甘いし、ドライじゃなくなってるよね。うん。香りもちょっとレモンだしね。これはだいぶ甘いですね。香りはまああるけど、これは別におすすめしないな、これはな。2542です。ご視聴ありがとうございました。